鳥羽久崎の勝丸さんにやってまいりました。ご同行いただきますのはオーナー丸の今永さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ今日は何釣りでいきましょうか。はい、今日はですね、落とし込み釣り、いわゆる縦釣りですね。この釣り方で、青物や根魚など狙っていこうかなと思います。はい、まあ、結構ね、いろいろ釣れる釣りなので楽しみです。私ね、前回のリベンジです。そうですね、前回ね、ちょっと酔って撃沈しました。お願いします。今日はね、なぎということですので、もうそれだけテンション上がってます。そうですね、はい、頑張りましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい、ポイントにつきました。さあ今からですね。はい、そうですね、はい、まずちょっと朝一ローライトなので、こちらの落とし込み豪さびきのどん底を、はい、こちらから始めてみたいと思います。はい、重りは船長指定の80号ですね。で、ここの水深が40メーターですね。はい、まあ、20前後やってますね。20前後出てますね。20から25ぐらいやってください。でもこのように船長さんがベイトとハンド の指示団を教えてくれますんで、その付近でサミングして落としていく。はい、ベイトつきました。ベイトつきました。ベイトついたら、ベイトついたら、はい、ゆっくりそこまで落としていってください。はい、あんまり、ね、早く落としすぎると、せっかく苦労してつけたベイト外れちゃいますし、はい、あとそこにトーンと勢いよく盛りつくと、その時の反動でもベイト外れてしまうんで、はい、ゆっくり落として、はい、2、3メーター巻き上げたところで置いとく感じですね。ついてんのかな。あ、なんか食ってる、食い上げた。え、食い上げてるこれ。お、これ怪しいぞ。なんか乗った。こっちも怪しいぞ。このなんか乗ってます。一緒にダブルヒット。なんか叩いてるけど、なんやろ。どうかな。一緒でーす。ツバスやったっすね。かわいいツバスちゃま。とりあえず最初の辺もとりあえずちょっとかわいいけど、はい、ダブルです。はい、楽しい楽しい。今から開幕、はい、開幕です。はい、スタートです。お、あれ、なんか乗った。ヒット。重たいのは重たい。あんま引かないですか。そこですね。あれ、いや、でも、巻いてるけど引かないよ。なになに。あ、あ、マトウダイか。マトウちゃん。おっしゃ。そこで、船長の指示玉でベイトつけて落としたら、すぐにもう食ってたって感じ。めっちゃよう引きます、この子。平べったいからかな。食べたら美味しいんですよ、マトウダイ。先ほど一瞬でつかないですね。ねえ、先まで一瞬でついてたの。うん、ちょっと細かく棚がコロコロ変わるみたいなので、そうですね、はい、まあ、この船長の指示棚が命なんで、船長の言われた指示棚にすぐ落とすことが大事ですね。そうですね、うん、これベイトつけたもんガチみたいなとこあるじゃないですか。つけないと始まらないですからね、釣りが。あ、ついた。ベイトついた。オッケー。で、そこまで落としていきます。大丈夫。あ、これもう食うてるわ。だけどちょっといいんじゃないですか。ちょっとさっきのツバスのちょっとサイズアップしたやつかな。ツバスかな。はい、はい、はい、2本目。面白いね、ベイトがついて落としてすぐ食うっていうね。やっぱこの醍醐味が落とし込みの魅力です。本日使用しております仕掛けがこちら、縦釣り豪さびきシリーズと落とし込み豪さびきシリーズになります。いずれの仕掛けもですね、全長が
このように2メーター以下の非常に短い仕掛けとなっております。それによりですね、落とし込み専用竿はもちろんですけれども、ジギングロッドやマルチロッドなど、皆さんお手持ちの竿で落とし込み釣りが楽しめるかなと思います。次にこれらの仕掛けのそれぞれの特徴をご説明いたします。まず一つ目がこちらの縦釣り剛さびき。こちらはあらゆる状況に万能に対応する空張り仕様となっております。そしてこちらが落とし込み剛さびきのフラッシャー&サバガワということで、ケームラフラッシャーがついておりますので、晴天対応タイプとなります。そして次にこちらが同じく落とし込み剛さびきなんですが、こちらは夜光止めを使用したドンテンもしくは朝まずめ夕まずめなどの、ローライトの時に非常に有効な仕掛けとなります。そしてこちら落とし込み剛さびきヒラメキジハタスペシャルということで、底物に特化した仕掛けとなっており、下の枝数2本が15センチのロングハリスとなっております。そして最後にこちら落とし込み剛さびきサワラスペシャルということで、どうしてもサワラが来ると張りすぎを起こしてしまうんですが、こちらの仕掛けは金属ラインを使用しておりますので、サワラの針も耐えうる設計となっております。このようにたくさんの仕掛けがございますが、その時の状況に応じて使い分けをすることで釣果を伸ばしていってください。ちょっと今日の仕掛けの、使い分けですけれども、非常に今日はちょっとベイトがつかなくて今のところ苦戦しております。ただですね、朝一ローライトのうちは、落とし込み剛さびきのドンテンタイプで、日が昇ってきてからは、晴天タイプケムラフラッシャーですねを使いまして、で次に、底物用のヒラメキジハタスペシャル、そして、それでもなかなかねちょっとベイトがつかなかったので、最終手段の5号6号ハリスが設定のある、縦釣り剛さびきという仕掛けにローテーションしていきました。その日の状況に合わせて、ベイトをいかにして釣るかっていうような形で、仕掛けをどんどんねちょっといろいろと試しながら交換していっていただけたらなと思います。と言ってるとやっとベイトがつきましたよ。ベイトがついてそこに落として、1メーター半2メーターぐらい上げて本命のあたりを待ちます。そうです、ベイトがだいたい船長の指示7、ボトムから10メーターとか20メーター上でまずベイトをつけて、でそこからボトムまで落としていくんですけれども、せっかく苦労してかけたベイトが落としていくときに外れてしまうことが多々あるので、きっちりサミングしながらゆっくりと送り出してやる、で着底寸前に止めてやる、もしくはゆっくり優しく着底させるといったところが大事になります。お、怪しいぞ。おっしゃ、来たー。来た。ちょっといいやつじゃないですそれ。さっきよりちょっとマシかな。なんでしょう。ひらめ。あ、ええやつ、来た。さすが。おー、おめでとうございます。今永さんやっぱ釣りますね。本命ですよ。ヒラメでしたね。本命。はい、ちょっとね、アベレージサイズですけど、やっと大本命のヒラメが釣れました。今ですね、ちょっとね、ベイトの付きが悪かったので、ハリスを8号から5号に落としました。で、落とすと、小アジが食ってきて、その小アジにしっかりヒラメが食ってきたような感じですね。嬉しい一枚です。あ、ついた。ベイトついた。オッケー。やる。このまま、そこまで沈めます。何メーターでつきました。そこのちょっと上37ですね。37。よし、あ、食うてんなこれ。よっしゃ。よっしゃ、ヒット。ちょっといいやつ。おお。はい、そこから25メーターまで出ますね。25メーターまで出ますね。めっちゃ叩く。めっちゃ楽しいんですけど、大事にきます。待ってきます。あ、いいやつ。マダイ来ました。おー、マダイマダイ。やったー、やったありましたね。めっちゃ嬉しい。今日のこの渋い時に来ました。はい、やりました。まさかのビッグゲスト。マダイじゃないですか。いいな。ヒラメの次に、いや、ヒラメ釣られてるからいいじゃないですか。いや、そうですね。
やっぱりイワシできたということで、船長の言ってた指示棚でベイトつけて、うん、もう落としたらもうすぐにそうですね、ガガガンっていう当たりで、で水谷さんの、ね、仕掛けの方が、ねうん、ハリス6号にしたんです。先ほどの 8号だったんですけど、ちょっとベイトの付きが悪いので、で細ハリスにしてちょっと乗ってきましたね。岩永さんのおかげです。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。ということで終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。もう今日は本当に渋い中、はい、船長も走り回っていただいて、そしてベイトが命ですので、ベイトの状況を見ながら仕掛けを変えて、はい、なんとかヒラメ。ありがとうございます。マダイ、マダイ、ありがとうございます。釣らせていただきました。成功ではないでしょうか。そうですね、リベンジ大成功。大成功、はい。まあね、これらの仕掛けを使いまして、はい、うん、使い分けが非常に重要な一日だと、まあ、またね改めて再認識いたしました。はい、まあ、ベイトがね普通はもうちょっとついて、そうですね、超過もまあ出ると思いますので、はい、ぜひ大海原さんの仕掛けを使っていただきまして、高級魚、そうですね、はい、まあ、シーズン今からなんで、まだまだ今からですよ、はいはい、ぜひ皆さんも楽しんでいただきたいと思います。ということで大海原から今永さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。